さて続きになってきました。まずこう10個をあそこ持ってった後に風呂場でも作ってみっけ、いっぺん風呂場でも作ってみっけってやつですかね。結構全部買い取ればいいんだけど、またそこから種があるから生えてくるんだってそういえば聞いたけど、種があるけど有限だよっていうことも俺どっかで聞いたんかな、聞いてないと思うんですね。あと別途を持ってけっていうことも習いました。そういえばあ、これまた叩き起こしてみる、ちっちゃい子叩き起こしてさせてもらうわって言って、これあ、間違えた、寝ちゃうと。これね、この状態になってきます。だから それぐらい作れよっていう小春さんのコメントいただきましたね。今度から作りますんで、今から作ってそれを持ち歩くというまさかのね、まさかの何がうーやて、作りますわ。これ借り取った方がいいんかな、こういうのって。すげえ増えてる、ここまで田んぼになってる。だからこの柵を作るとそうなるっていうことやけど、そういうことなんか。で、なんであそこで全員食べてるんやけど、これも別のとこにやっていいですよって話聞いたら、ちょっとだけ作ってからじゃあ持ってって家を作るっていう回にしよっかな。まずは俺は 寝床を作るか。あ、でも風呂も作ると思う。お風呂作れるんや、後々いいですよって言ってた通りでした。で、掲示板も作っときましょうか。これオンラインに繋がったらって言ってたけど、俺今1回スリープ状態したで繋がらん気がする。そういうバグある人、これね、もう1個だけ用意しといて。いや、今の音ツールズアップ思い出さん、たまさん見てないやろな。これは油で火つくんか。なるほどね。布団どこでしょうか。作れんでや。なんで意外と唐草ね、意外とすっげえ渋滞してるやん。これ食事場どっか考えなあかんな。これどうすっかな。これあっちの方全部使う感じなんか。これそうか、どうすっかな。これあいつは座らんし、どうするのがかっこいい。でもやっぱ俺ここは食事場がいいんやけど、この家もでかくしていこうって言ってたやな。そっか、この家もでかくしていけばいいや。でかくしていきたいな。まだじゃあ椅子だけ置いとこうか。これだけちょっと、こうやってやっとけば4人で食べる。あんたの後ろ座る、これ椅子やよね。これ椅子で、この人が風呂場を欲しい、マジヨロ釣ってる。あの人一回、まずはちょっとここを完璧に終わらさせて、覚えてる間にここに稲やったっけ、小麦を持っていこう。稲とキビの違い分かってない現代っ子なんやけど、俺あえてキビみたいに育ってるんやな。いいな音楽。これずっとダッシュしてないこと今思い出した。なんか R 押すくせね、これ設定できるかな、 B ダッシュに変えること。渡すとこいつを育てて、あ、キビなんや、キビなんか。そっかそっか、ありがとう。まあワープゾーンがあったからやりやすかったっす。枯れ草ね、どっかに。あ、枯れ草あるく、あ、枯れ草あった。俺の布団作るやつや。はーい、全部壊しときやったっけ。寄り道が過ぎるね俺って。労働時間長かったんじゃない。うわ、いいの取れてるやん。取れてねえわ。もうちょっとで育つんかな。キビって何、俺食べたことないかもしれん。キビってち
あれ何した今俺、埋めたな。オッケー、ほんで風呂を作るか。ここ先頭にしよっかな。うん、これ先頭にしよっか。もう一遍ちょっと壊して、リフォーム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 やって、リフォームリフォームやって言ってますわ。こうね、こう、わあ作るのうまくなってきたね。ここの奥の方に置いとこう。これ見えんとこに、あ、これ風呂、これ風呂、これ何、このおぼつかない動き。あ、壊していいんか。これ何、これ風呂やね。違うわ、風呂、袋や風呂って、あ、これや、違うわ。あれ風呂って作らなかったっけ、さっきあったか風呂の設計図があったんやった。そっか、そうやな。この俺が勝手に作っていいもんじゃねえやった。これどうやって使うのこれ。俺風呂作ってねえか、さっき作ったように思いかけて。あ、敷くってそういう意味なんや。ちょっと待って、敷かない、敷かない、どうやってこれやめるの。敷かないってどうやってすんの。え、こんなとこに敷いちゃダメよこれ。え、どうやってこれやめるの、これ壊せる、これ壊せる。どうすんのこれ。敷きたくなかったなこれ、しまう、これしまうってどうできんのかな。あ、リセット、アギリセット、これめちゃくちゃ難しくね。でもなん こんな難しいんや。これしまいたいときどうするんですか。これめちゃくちゃ難しいやん。ここどうしよっかな、あっちやな、風呂あっちやな。しまいたいときどうするんですか。こっかな、この人に。マジオロつってる。これは難しいことになっちゃいました。セーブしたかった、セーブしときゃよかった。ああどうしようかな、なんか作ってようかな。作ってるわ。あれしまうって何。あ、違う違う、そうじゃない。何のマークついてるこれ、白いの何マークついてるの。壁にしてこっか。こういう全然違うことやって木紛らわしときます。壊しておきますか。あれ、あ、これ取れるんや。そうやな、今さら。やだなこれ、やだな。なんかどうしたらよかったのこれ。しかもなんで音楽止まったのこれ。なんで音楽止まってんのこれ今。俺センスねえな、家建てる。風呂作るか。設計図のしまい方を誰か教えてください。てか今ないもう何もやることないで風呂作る番なんやね本当に。もうあそこに作るか、マジで。もうしゃあないやん、ここに設計図敷いたんやで。なんでってもうやる気出た、やる気出たところですが今。でっかい壁作ったらどうなるやな、この上に。じゃあこの人らこんくなるかな。なんか俺生野菜ばっか作ってるし、人は。いいの作る、まあいいや。ちょっと話がそれまくるんで、いっぺんこういうのをこれ壊さないと、壊さないとならんのよ。ああなんか来てるし、キャベツ入れといてあげよう。キャベツ入れときながら考えよう。これ
あそこに入れとかなあかんのか、小春さん。収納箱に入れとかないとこの人たちは食べるのか。収納箱にあるものだけを食べるんか。この辺がまだ分かってない。全部収納箱に入れといてあげましょうか。ここちょっと全部作り直すか、いっぺん。行きづれえな、これ、俺。なんか全部。え、間違えた。何閉めたいの。何これ、何のマークついてるの、その白いやつ。これ白いやつ何。あ、今から作るやつですよマークなんや。作るのに必要ですよマークなんや。わかりやすい。うん、まあ、これ俺もちょっと食べといて。あれ、おいじゃねって。あ、俺も食べといてって言ったのに、これ食べれるんかな。これ焼かなあかんか。あ、これ1行ずつやで分からんかったやん前。そっか、そうね、そうね。持ち物をそうなって、このまま食べれるんかな。これ食べれんわ。これはさすがに焼かな食べれんねん。ちょっと遠いね。しかも農作業ものが置いてある場所も。一回これ全部作り直しやな、これ。うん、全部作り直しや。全部作り直します、今から。何に笑うたんやろ今。はい、こうしといて、ここ全部作り直します。一回これ全部壊しますか。設計図をそこに敷いたために、もうここに作ります。こんなんで合ってるかな。あらー、いろいろ壊れてる。綺麗にしたいもんね、やっぱ。雑談こういう時にしなあかんのにさ、今コメント全部さっきの動画で読んじゃったからないわ。本当にしまい方を教えてください、設計図の。で、床とかをそういえばどっかから持ってくればいいとも教えてくれてた気がしますね、遠くから。この床がすげえ汚い床とかも混ざってるな、これ全部一回綺麗にしたいな。こんなことしてたでや。食べ物どこ。なんか焼けたか。焼き場欲しい。これ持てるんけ。あ、持てるこれ。へえ、なるほどね。で、俺何手入れたっけ。わ、上を下を押しちゃうな。どうしよう。薬草じゃない。今俺何焼いてこれかな。この1個だけで俺いけるけ今日ご飯。30%、すげえ。調理場必要やな。これをいっぺんちょっとさ、このなんつったんやろ、ここに俺お風呂を作るからお風呂。おー、調理場欲しい。調理場っていう場所欲しい。ここにお風呂作った後に調理場、どこに置こう。調理場、調理場ね。この辺がいい。金んとこがいいか。金んとこがいいかな。金鳴らしてみたいし、久しぶり。あ、金鳴らそっか。あれ、あれ、次のレベルで。
あれまだ鳴らせんのか、鳴らせんかったっけこれ。わけわからん俺、ごめん。小麦をここに入れておきますわ、とりあえず。腹減ってるね。難しいな、ここ直していくの。でも結構直していかなあかんっていう段階に入ったよ俺。水流してる。あそこの周りとかも全部使っていいってことなのかな。シムシティより難しいやん。危ね、あれ治るんか、あれ、あれあなったやつ治るんか。どうすればここに合致していけるやろう。あ、違うな。ここに綺麗なあれをどうするのか。泥になっちゃう。これをちゃんとこの手袋でこう一個ずつこうやっていきたいですけど、こんなことする人いるの？これこのゲームで。ちょっと今回の動画はいつもと違う感じになりました。風呂場作りむず？むずいっていうか、敷いたのは取れないのがむずいよ。絶対なんかやり方あるやろうけどさ、俺はそれができないんですよ。これはむずいな、一個ずつやっていくの。高い位置にあるよ、風呂場が。これは高い位置にあるね、風呂場が。どうするのが一番いいんだろう。これ綺麗にしたいんだけどな。あゆかさんならここに置いていくかな、こうやって。でもこの土って置けるんか。この土って何でできてる、この土って。分からん。あの緑色がついてるやつがいいんやけど、俺ちゃんと。めっちゃいっぱい必要やん。ごめん。見づら。こうか。え、これ、ごめん、こんなんおかしいな。もういっか、これ、泥で。ちょっと待って、泥いっかな。なんかおっか、これ。あ、いやいやいや、でもやっぱりちゃんとしたいな。しかもここ緑色にしたとこやん、せっかく。これやっぱ取りてんやけど、この設計図。どれよ、これ。お。むずいなこれ作るの。なん、椅子か、あれ。あれ、犬あんなとこで寝てる、かわいい。でもみんなの布団どっかやってんだよ、俺。ごめん、寝れてないやつがいるはずや。一回泥置いてみようかな、これ。やっぱ泥やな、これは。こちゃうわ。ごめんごめんごめん。難しい操作。これでもこれ壊したら泥になっちゃうやろ。不思議やな。別にそれでも緑色じゃなくていいんか。
なあ、本当は俺がただ単に緑色にこだわってるだけで。よっ、ああすげえくだらん動画になってるな、これは。ごめんなさい。ていうかさ、これ別にこの高さにせんでもいいんか。映像を見て木材の壁、うわーむずい。木材がこの形なんや。椅子が3個あるみたいになってるのはここで、木材の形がそうなんや。へえ、これはちょっと急に難しくなったんじゃないですか、やることが。います、そうか。あれ合ってるってことね。うん、ありがとう。めっちゃむずいわこれ作るの。ちまちまとハンマー振ってめんどくさくないかと、うん、もっと楽しく破壊ができる方法を俺が考えてやろう。うー、今ちょうどやってました。おお、ドッカンハンマーやった。ちょうど欲しかったかな。いや、運ぶのが欲しかった今。R をしながら Y を押すとドッカンハンマー。へえ、そうなんですね。で、武器やっはー、トゲコンボ42、いけるな、いろいろと。でもちょっと寄り道せずにまずやってみましょう。なかった今の、なんか音鳴らんかった。ここなんや、設計図。板の床、え、板の床、床に見えないんですけど、これあ、落ちちゃうな。間違えた。あ、やっぱ床必要なんやこれ。当たり前か。取ってくるわ、ドッカンハンマーで。ドッカンハンマーしよっかな。おお、すげえ、すげえけど危ねえ、なんか来てた。すげえけど泥やな。すげえけど泥やな。まあ中は泥でいいかな。だけ泥にしようかな俺。ほんでいいわ。見えづら。そうなん。やばい。パン焼いてたんな俺。
んなチビチビした感じ。パンをもうちょっと。むずいむずいむずい、操作むずいよ。パン、パン何で作るのこれやな。なんで俺片付けちゃうんだろうねこいつ。お、違う。できた、やっとできましたわ。あ、できてない。ここ何、ここ一個足りてない。五右衛門風呂まず置いていい。風呂より気持ちいいことだった。で、何置くの。ツールズアップより難しいな。のれんの扉、壁掛けトーチ、丸太の椅子は持ってるよ。どこ丸太の椅子だった。待合室ね。これ、なんでこれあれのマークついてないやろ。設計図のマーク、なんで。一回作ってきますか。必要なものこれやね。必要なものが分かりやすくなってるのいいですね。プログラムがついでにさっきの武器作ったぐらいあんたいるやったら。ん、あそこに2って書いてあるんか。あれ、あ、2ってちゃんと書いてあるんや。ちょっと待って、そうなんや。これ違うやつか、違うお題か。おー、分かりやすい。 OK 出るんや。2って今までの足して2にしてたで、ここに1しか作んなかったけど、この2いったんや。むずいけど慣れてきたよ今からや。下押しちゃうんやってな。なんか下の方が分かりやすいな。あれでも、かわいいこと言うか、かわいいこと言うか。またトゲコンボを装置した。あれ、かわいいこと言わんかったよ今回。OK で、あれ、なんか覗き穴ついてるやん。覗き穴ついてる。空箱出してる。上やな、上押して、これやな。キャベツの種とかわかんないからもうね、ここに違う違うね。で、たらい、たらいってどうやって出せんだっけ。
減ってきたかな、また。あー、作るの難しい。これ本当に 6歳の人できる？これ俺めっちゃこんなんやな、結構。あれやっぱ違うな。あ、これあった。布袋、何これ、なんて細かい感じのこと言うの。ここ、そうなんや、すごいすごいってしか言ってんの。全然もう雑談してない。雑談メインのってつけてるけど、タイトルに。そこなんや。また A ボタン押した。めちゃくちゃすごい。何したあいつ。まだオープンしてませんけど。味方としては3分の3を割った位置。これか、持ってないって言ったのか。どこか。俺の扉持ってないな、俺。来ない。お？合ってないな。何これ。あ、合ってないな、これ。上につけたんやけど。ちょっと待ってください。操作が難しい。ジャンプを、ジャンプ X、 ジャンプ X、 嘘、ジャンプ X なんや。ジャンプ X めっちゃむずいんやけど、ジャンプ X すんの。じゃあ本当にやり方合ってる、やり方合ってる。 98% のれんってどうやって作るんですか。のれんのレシピ、あ、あった。やったー。ちょっと俺が腹減ってるわ、ごめん。やったー。こんなに難しかったのね。ここなのね。後ろやな、こんな置き方。いや、後ろから入る感じの街になっちゃいました。このままギュッて、あの家のところを下にタイヤつけて引っ越すみたいな、なんか技術あるやに、日本の引っ越しのあれして、回転させたい、あれして、回転させたい。俺一番風呂、新しいお題を達成できる。風呂入ってるちゅうねん、こっち。ライドの復活まで新しいです。難しいです。そうなんや。頑張らなくても楽しいよ。ああ、そうですよね。やっぱ風呂って必要やって、農業の友達もさ、言ってて、本当に風呂2つあって、綺麗にしてて、ドライヤーめっちゃ長かったんやって、本当に。さっきも言ったけど、そんくらい爪とかに土入ったりとかするし、そこは。爪っていうかバスタオル、タオルもね、俺でっかい歯、でっかい歯なんですけど、ちっちゃい歯の人はなぜあれちっちゃいのでいけるの。あれ何してんのこの人。装備するか、装備するか、さっきのやつ。はい、話したいの。なんで俺こんなでかくなってるやん、画面。おー、豚ペン目覚ましく、みんなの願いを聞いて、農園の中にたくさんのものを作れば、みんなのものづくりのかけらを落とすであろう。そのかけらで鐘を鳴らせば、みんなのものに。それ知ってるけど、めっちゃ前から知ってることを教えてくれた。こいつは装備できないやつやった。なんで俺こんな拡大されてんの、これ。こんなか、あ、拡大されなかった。あ、もう鳴らせんのかな、鳴らせんのか。どうやって鳴らせたっけ、これ。もう鳴らせるやろ。あれ、こ
こもちょっとよく分かってない。しかもこれ壊れてるな、よく見ると。綺麗にしてあげなかったのかな。なんか嫌やな、こんな高いとこにある トイレじゃねえや、風呂。うっすら笑みを浮かべながら物を作ってる話にとって。お姉さん、あっけはお姉さんのやつ、捕まってた人ね、親が殺されたっていう、かわいそうな。小麦を焚き火に入れれば美味しい料理ができます。あ、これもう小春さんに教えてもらってますから。あ、パン持ってるの、ちょうど俺今あなたのために。あぶね、食べるとこやった。どうやってあげる。はい、やっぱ女の子はパンやよね。雑談が一個思い出しました。結婚するとから3人娘がいまして、2人娘まで俺は結婚祝いをあげてまして、で3人目もちょっとやんなかったんです。言ってたんですけども、いくらまでなのって聞かれました。で、じゃあパン作るやつって言われました。その人ですね、その人の知り合いですね、ビルダーズやってたのは。あいつあそこ出てきた時ドア開くねん、面白。ここまでかな、これ装備できるな、この人は。探したいんか、今は。この人は装備できる人だと俺は認識してますけど。壺と壁タオルがあると超小さな部屋を作っていただきたいです。ん、壺と壁タオルがある超小さい部屋、そうなんや。超小さい部屋でなければ落ち着いたあれができないのです。あれをするためにどうか超小さい部屋で。あ、トイレしたいんか、分かった、それは分かったけど、装備したくないんかい、装備したくないんかい。あれ、装備したいやついないんかい。俺持ってんの何これ、トイレコンボやろ。誰も装備せんのこれ。あかん、そっか、ごめんね、あれしてなかった。俺テーブルとか全部片付けちゃったからさ。超ちっちゃいやこの横に作ろっか。風呂とトイレを作る会になりました。そこはできるわ、そこはできる、そこまでにします、この動画ね。水じゃない、ちょっちゃいやつやで。ここはこのぐらいは運んでこれるかな。なんかダサいな俺のあれ。設計図がねえで楽やわ。あれ、設計図のあるやつと超小さい部屋とどういう作り方の違いなのね。設計図がないとできんっていうのはやっぱ難しいことを言ってるんかな。これ何の石、これ、いろんな色の石が混ざってるっていうダサさがあるんですけど、あえてこれをオシャレとして見てくれるかどうか、あえてこれがオシャレだというふうに認識をしてくれるかどうかですよね。これいらんくなる、ちょっと。でもここまでが畑として認識してたのはどういうふうになるやろう。この辺でいいか、この辺でいいかな。これいっぱいある、いっぱいあるやつってこれか。ちっちゃいけど、壺とタオルって言ってたな。作業台は移動できないかな、この作業台。これは移動できない。
これこんなところに置いたんだ、よくないよね俺んち。すごタオル、水もいると思うけど、まあいいか。扉は？扉いらんの？扉いるよね。扉っていらんかな。扉を入れないと認識できない。片方、片方でもいいんかな。片方でもいいんやったらこれで一遍ちょっとやってみます。片方でも入れるやったら太ってなければ。誰も太った人いないですからここには。ね、こういう感じですか。やめてよ。もう任せた。危ねえ。あれ壊れた。あー壊れた。何してんだ俺。ごめんごめんごめん。誰か来てるか。ごめんなさい。ちょっと一回戦ってきます。はい、すいません、何もしてないです。一個壊れたやん、あそこ。めちゃくちゃ難しいやん。これのこうで、ほんで行こう。あれ、あ、できた。超小さいトイレできた。嬉しすぎるんですけど。嬉しすぎ。来い来い来い、みんな来い。できたぞ。全然簡単。風呂作った俺、風呂作ったんで俺は。風呂作った俺にこんなもん簡単に決まってるやんけ。何してた今まで。風呂より先にこっちやろ。あんたも頼みなさいよ。はよ。キャベツはあれを促すらしくて。そっかそっか、人目を盗んで外であれしてたんか。そうやったんや、そうやったんやな。人は食べたらあれをビルドする。ビルドしてたよ俺たちは。松田聖子以外は。今のがオチです。じゃあ失礼いたします。